ずんだもんなのだ。今日も元気に麻薬を密売するのだ。新しい注文が来たのだ。なんと宇宙飛行士からの注文なのだ。この国は完全に狂っているのだ。月よりもハイに飛びたいと抜かしているのだ。じゃあ大麻じゃなくて別の薬物を要求しなさいよ。大麻はハイになるんじゃなくて地底よりもローになる薬物だぞ。まあでも注文はもちろん受けるのだ。それが企業としての使命なのだ。なんでこんな街のど真ん中でロケット飛ばしているのだ。そりゃ宇宙飛行士も気が狂うはずだわ。宇宙飛行士からの依頼は大麻を20個届けること。多いな。スタッフ全員で使うつもりだろう。時間制限はないようなので余裕ができたら届けることにしましょう。まずはとにかく最初の注文を完遂させることからなのだ。しばらく観察していたら食い散らかされたゴミが転がっていたのだ。行儀の悪い従業員なのだ。ということで清掃員を雇ったのだ。ちゃんと職場はきれいにしないと。従業員の衛生状態も悪いし大麻の品質にも影響が出るかもしれないのだ。よしよし、清掃しているな。そういえば清掃員とエンジニアの働く時間はワーカーと変えた方がいいかもしれないのだ。ワーカーと同じ時間働くようにすると多分働きすぎなのだ。仕事がなくてうろうろしてる時間が増えるだけだと思うのだ。もちろん人件費がかかっているので無駄にはしたくないところなのだ。そしてワーカーのステータスを見ていたら疲れが溜まってきてることに気づいたのだ。この疲れ休憩時間でも回復していないのだ。休憩時間では食事をとって空腹が、テレビを見て楽しみが回復してるけど今のままでは疲れが回復しないのだね。まるで病院薬剤師時代のずんだもんみたいなのだ。ということで疲れを癒してもらうためにベッドルームを設置するのだ。従業員は家に帰らないからここで寝るしかないのだね。ベッドは2個あればいいか。これで休憩時間に休みを取りに来てくれるはずなのだ。まあまだ疲れが溜まりきってないなら寝に来ることはないかもしれないけど、それじゃあまた様子を眺めながら医療用麻薬の解説といくのだ。今回は医療用麻薬を実際にどんな感じで使うかというところを解説していくのだ。医療用麻薬の使い方は2種類あるのだ。定期的な投与とレスキュー投与なのだ。定期的な投与は普通の薬と同じように1日2回とか飲むやつなのだ。一方でレスキュー投与は突然痛みが襲ってきた時に臨時で飲む薬なのだ。がんの痛みというのは突然強くなることも多くてそれを突出痛というのだ。レスキュー投与は突出痛に対応する薬ってことだね。定期投与とレスキュー投与を組み合わせて使うのが医療用麻薬の基本なのだ。例えば定期的に1日 10mg の麻薬を服用し突出痛が出た時は 2.5mg のレスキューを投与するなどね。レスキューの投与量は定期服用する1日量の8分の1から4分の1と決められているのだ。そしてレスキュー薬は1時間空ければもう一度飲んでいいのだ。しかも回数制限はないのだ。痛かったら我慢せずに飲んでいいのだ。ただあまりにもレスキューの使用回数が多い場合は定期服用する麻薬の量を増やすことになるのだ。レスキューは8から4分の1、1時間空ける、回数制限なし。薬学生はこれを覚えておくのだ。なお麻薬は注射で投与することもあるのだ。一定の速度で点滴投与する、これが飲み薬でいう定期服用の役割を果たすのだ。じゃあレスキューはどうやってやるのかというと、本来は1時間かけて点滴する量を一気に投与するのだ。一気に注射するボタンがあるから強い痛みを感じた時にそれを押すといいのだ。苦痛に耐えられぬ時に押すがいいということなのだ。レスキューの間隔も1時間ではなく15分から30分経てばいいのだ。注射の場合は1時間量を急速投与、間隔は15から30分、回数制限なし。そう覚えておくといいのだ。医療用麻薬にはそれぞれ定期服用に適しているものとレスキューに適しているものが作られているのだ。それは今度麻薬の成分を一つ一つ解説していくからその時にお話しするのだ。ということで今回の解説は以上なのだ。さて従業員は全く寝ないのだ。まあまだ夕方の4時だからね。でもワーカーたちは夜中から働いているのでそろそろ眠いと思うんだがな。しばらく待っていたらワーカーたちが寝始めたのだ。これで元気もりもりなのだ。薬も盛るのだ。ちゃんと疲れの具合が回復してきているね。1時間寝たら疲れが全回復して起きてきたのだ。ショートスリーパーってやつなのだ。多分この世界の時間の感覚は現実世界と違うのだね。1時間寝れば回復するというなら別に8時間労働とかやらなくてもいいのか。ということでスケジュールを変更してみたのだ。4時間働いたら1時間休憩をずっと繰り返すサイクルにしたのだ。とんでもないドブラックなのだ。
でもこのサイクルで不満なく働けるみたいだからこれでいいのだ。そして2人のワーカーでスケジュールを1時間ずつずらすことで工場が稼働しない時間をなくしたのだ。ようやく最初の注文を納品し終えたのだ。ものすごく運搬に時間がかかったのだ。途中からガレージを2つに増やして2台のバイクで運搬してたんだけど、それでもものすごい時間がかかったのだ。やはりバイクでは輸送力に限界があるのだ。車が欲しいのだ。タイマーを吸いながら車を運転してやるのだ。自己不可避。さて、納品し終えたことでお金がもらえたのだ。700ドルぐらいもらったのだ。こうやってお金を増やしていくというわけだね。途中で新しい注文も来ていたので、今度はそっちをやるのだ。そいつらもパーティーに使うらしいのだ。この街はどいつもこいつもアホばっかりなのだ。まあ、一緒にパーティーやる友達がいないズンダモンよりはマシかもしれないのだ。なんで真面目に生きてきたズンダモンがこいつらなんかより。あまりにも運搬に時間がかかりすぎるのでガレージは3台にしたのだ。これ以上広げるには新しい土地を買わなきゃいけないから、これが限界なのだ。バイクの運転手にはもっと頑張ってもらわないといけないね。制限速度ぐらい無視したっていいんだよ。とはいえバイクでは厳しいことが分かっているので車を使いたいと思うのだ。でもまだ解禁されていないのだ。車を含め新しい設備の解禁をするためにはローカルビジネスというのをやらなきゃいけないのだ。ローカルビジネスの取引先は大学と武器屋とスクラップヤードなのだ。そこに薬物を届けることで設備のアンロックに必要なポイントを入手できるのだ。つまり大学と大量の薬物を取引するということなのだね。腐り散らかしているというレベルではないのだ。この国の治安はどうなっているのだ。これはやはりズンダモンが公正に薬物を取引してヤクザたちを押さえつけてやらないかんな。ヤクザより薬剤師の方が上であるということを知らしめてやるのだ。それではそんなところで今回はここまでなのだ。今回もいいねをしてくれると喜ぶのだ。ではでは、 See you!